もつないで、走れ走れ走れ、道が続いてない、走れ走れ走れ、夏月の空の日まで。久々にポンコツ号をね乗っていきたいと思います。こういう感じ、ゴープロ多分これモノラルなんでステレオじゃないんですよ、音声が。いろいろと勉強ですよ、撮影もね、はい。まあ、やっていくうちに分かってくるという。ちょっと今からね、趣味展開で鈴鹿市のちょっと気になるエリアね、ご案内したいと思います。ここマジで鈴鹿屋みたいなね、カッコカッコカッコ鳥が鳴いてるんです。素敵ですよね。おっさんの家からほんと10分15分ぐらいのところなんで、ちょっとねお付き合いください。ちょっとアイドル高いな、これな、高くなっちゃってる。なんでこっち下げる、ちょっと分かんねえな。そろそろ畑もやらないとな、田植えシーズンだし、野菜とかも作っていかないといけないんですけど、なかなか時間がないですね。今日はちょっとこの試運転が終わったら畑やろうかなと思って、こうやってほら長靴履いてるんですよ、これほら。あ、長靴すればこの間動画投稿してくれた方、買えばって言ったけど、持ってるんですよ、新品別に。あの破れた長靴を直しリペアしただけの話で、あのおっさんのとこ田舎なんで、長靴何個か持ってた、あともう1個ありますよ、3つぐらい。破れても捨てずにリペアして使おうっていう動画だったんでね。で昨日実はね、魚釣りしている人いたのよ、山釣り。ああ、そこめっちゃ気になってるから。これ今前方に見える山がね、キララミネとか言って、あの昔はあの水銀が取れたんですよね、この山ね、水銀が。あの水で、あと右ちょっと斜めこっちが釈迦岳でしょ、ここの正面のトンガタとか金尾ヶ岳で、これ東名阪ですね、東名阪。あの新名神ができたせいで、できたせいでできたので、あの交通量が東名阪もめっきり減りましたね。いいとこでしょ。ここ踏んでね、ちょっといろいろご案内しながら試運転していきたいんですけど、ブラックバス釣れるとこで有名なんですよ、ここ見てきます。あれやってるやってる、あれほら遠いところから来るんですよ、あれ。違うかもしれないから、見ましょうか。こういう感じになってるんですよね、竜ヶ池って。あそこに祠があるんですよね。当たりあります？いる？本当？こ釣れたことあります？ここで。あります。あ、どれぐらいの？結構。ああ、ちょっと小さい。あ、小さいですか？結構やってるもんね、みんなここで。そこいます？そうですか。今日はゼロ。何時からやってますか？さっき来たぐらい。あ、本当ですか？頑張ってください。どこの人かな？鈴鹿の人だね。ここ竜ヶ池って言って、もともとなかったんですよ、池が。人工にで作られた池 でこの辺の人は水に困ってて、そこにね、それからあそこで貯水池をね、昔江戸時代に、江戸時代だったかな、もうちょっと前なのかな、江戸時代かな、貯水池を作りましょうと、水に困るね。で作るときに何体作っても氾濫しちゃってうまくいかないので、人柱を建てようということで、そこの近くに住んでたお龍っていうね、娘さんがいて、その娘さんをその人柱として建てて、あの池に生き埋めっていうのかな、うまくその工事がねうまくいって、
それから名前、その娘さんの名前がオリュウって言ったんで、オリュウから取って竜ヶ池っていう名前にねなったと聞いてます。なので池の真ん中には祠が立ってるんですよ。のどかなとこでしょう。お兄さんの家からもう10分ぐらい来るとこんな感じなんですよ。結構大変気に入ってますおっさんね。ここだったかな、あ、ここだ、これ伊船町になってるね、ここやっぱりまだ。あ、ちょっと後ろから車来てる、ゆずろおっさん遅いから。この辺ですよ、これなんかね、ほらちょっとね、ちょっと違うでしょ、なんかこの辺ってほら、なんか素敵ですよね。これおっさんの家から10分ぐらいでこんなとこに来ちゃうんですよ。この辺すごいいいとこですね。キャンプ場とか行ったら良さそうなんですね。ところがキャンプ場もちょいちょい進出してきてるんですよ。あの滋賀県の東近江とこっちのエリアに2つキャンプ場をね運営する会社が出だしましたね。東近江とこっち行ったらもうめちゃくちゃセンスいいですよね、あの場所のチョイスがね。それから昨日気になったんですけど、あれ気になったんですよ、あれあれ祠があるじゃないですか、あそこに。あれ何だと思います、ちょっと見に行きましょうか。何でしょうね、めっちゃ気になる、めっちゃ気になる気になるおじさん、気になるおじさん、こんにちは気になるおじさん、これなんだろうな、田んぼではないんだよね。なんか向こう向きになんかこう祀ってあるんですよね。なんだろう、延命地蔵菩薩、南無延命地蔵菩薩。これってさ、これ南無延命地蔵菩薩、これちょっと、え、像があるよ、ちょっと珍しくない、何これ像って何だろうな、この向こう側になんかこうなってんですよね。なんだろう、あ、ここにこっち向きにある、これは何がなってんだろう。でね、ここの下で魚釣りやってる人がいたんですよ。これも古いね、これこれ結構古いですね。ここなんかあったんかな。あ、ここも人入ってってるね、ここ。あ、あ、道があるよ、あれ。あ、これなんか取れるな、これ。あれ、道これなんか取れるね。謎の場所発見。ここ魚釣りやってたんですよ、昨日ここで。なんかいいのかな。そういうわけで長靴入ってきたんです。へえ。よいしょ。ちょっとね、実はこの上流でイワナが釣れるんですよ。これなんかいるな、これはなんかいるな。待てよ、トゥ、あ、ナイス、マジこれはなんかいるぞ。え、え、あ、これはなんかおるな。ちょっと汚いけどね、やっぱね。いやいやいや、なんかいると思う、ここ。あー、ちょっと汚いな、水がな。子供たちにここ入って遊べって言えるような水質ではないよね、これね。というのはちょっと白く濁ってるじゃないですか。この上流が石灰の会社があるんですよ、あそこ。なのでちょっと白く濁ってるのではないかなと。で、
魚釣りはあっちの下流でやってたんですよ。なんかいる？あ、なんかいるね、ほら魚が、ほらなんだろう、稚魚がいる、あれ稚魚いっぱい見えるかな。しまったな、水中ゲロですよ。水中の何ていうのかな、あのほらプロテクター持ってこようかなと迷ったんですけどね、水中撮影したいなと思って。うっ、あ、登れない、マジマジ帰れないよ。バカな登れそうに思ったんですね。ふっせーの、ふっダンダンダン、ふっかっ、あ、これ登れない俺。最近何やるにしてもめんどくさくってダメですね。そういう年頃なんですかね。まあ頑張っていきましょう。ここでね、釣りやってる人がいるんですよ。なんかいそう？これなんかいるのかな。ここら辺に車止めて、あの辺入ってたんですよ。何が釣れるの気になる、めっちゃ、うん、めっちゃいいですね、なんかなんかここめっちゃいいね。ああ、行き止まりか、しょうがねえな。かっこよくスピンで回したいとこなんですけどできないんで。ああ危ねえ、うんこちびそうだった。そんなわけでね、おっさんの方はちょっと投稿がね、まあ、アウトドアの投稿ってあんまないんですよ。ゲームをなんかライブ配信したりそんなことばっかりやってるんですけども、まあ、アウトドアの方の、投稿もね頑張ってやっていこうと思ってますので、ぜひねチャンネル登録高評価で、楽しみにしていてください。そんなわけで今日はよいしょ、この辺でさよなら、またよろしく。